台中都市運乱線は、台湾台中市で計画中の台中都市運の地下鉄、路線。同志屋尾切西区、砂地区、西田室六、西区を貫く、幹線道路、台湾大道の慢性的な交通渋滞を解消し、台中駅と海線と呼ばれる支援岸部を軌道交通で直結するために、計画された。かつてバスラピットトランジットで運行されていた。 対中 BRT 乱戦の事実上の昇格、復活とも言える。2017年に蔡英文政権の公共インフラ政策、全線基礎建設計画で対象リストに含まれたことでフィジビリティスタディが加速し、2018年秋に会、S が行政院で承認された。約2年にわたる総合計画の策定、承認を経て2020年代前半の着工が、 予定されている。当初は台湾鉄路管理局海岸センサ四海駅が起点だったが、同駅で接続する計画だった走行景気を代替する形で再開発が進む台中後方面への延伸が盛り込まれ、全長 26.2km となった。高下駅が旧駅、地下駅が旧駅の計18駅が設置され、車両基地は台中港付近に 台中高気象と東海大学付近に東海気象の2カ所設置される。路線は三井アウトレットパーク、台中高南側から高下で台湾大道に沿って東に進み、中華路との交差点付近で近く間となる。中華路と青年路を経由して砂市海域に至り、再度高架区間となって陳南寺を経由して台湾大道に再合流し、 福屋筋及び安ロ路との交差点付近からの都心寄りでは地下となる。市政府が所在する分身路との交差点に設けられる台中市政府駅で緑線と接続。民権路と建国路、八徳街を経由して台中駅西側で大鉄と連絡、落業路と新徳寺に至り、三井不動産グループ進出が予定されている。 再開発計画地区の大東生態公園付近が終点となる。総事業費は約九百八十一点四九億乳台湾ドルを見込んでおり、工事費用の負担割合は,は、市が四百九十四点六六億、中央政府の補助が四百五十二点七九億となっている。実現可能成長者総合計画今後の予定大東生態公園を起点に大騒得。 霧峰区、総多無路地及び南投げ市を経て南投げ県政府庁舎付近に至る全長約 30km18 駅の高架路線で総事業費は750億ニュー台湾ドルを見込んでいる。かつてこの区間は戦前から1961年まで台湾東京鉄道の中直線が運行されていた。また、1990年代に霧峰まで計画されていた。 都市運立花線の大対案でもある。2018年1月10日、市交通局長の大吉川が、南投げ県への延伸を盛り込んだ愛線、第2期延伸構想の具体化を表明したが、2020年には、対中基準を早運を延伸する案に切り替えられている。2019年、新市長、露州ツばメは、南投げではなく、 太平区への延伸を推進すると表明した、この図は太平延伸を反映していない。ありがとうございます。